ケーズフェスタ5第16試合、村越裕太対朝久弘隆スーパーフェザー級の一戦です。さあ果たしてどちらがこの試合を制するのか。右に朝久弘隆、そして左に村越です。マサトさん大注目の一戦ですね。そうですね、はい、こうね、村越のテクニックをね、こう朝久がね、こう打ち破れるかというね、はい。佐藤義郎さんはどんなところを楽しみにしていますか。あの村越がこの最後まで、あのこの弘隆のこのものすごく強いキックや圧力を相手に最後まで自分を貫けるかっていうのを注目したいですね。うん、村越はサウスポースタイル、これいつも通りなんですけれども、朝日さんはまずサウスポースタイルからの構えで入ってきました。お互い蹴り得意ですけど、本当あの朝日さんはもうめちゃくちゃパワフルですからね。いや、ミット持ったことあるけどパンチありますよ。そうですか、うん、パンチ力も前蹴り。でもなんかこう以前よりこう一回り体が絞れてる感じしますね。朝日さんですか。朝日さん、はい、弘隆。そうなるとやっぱこうキレが増しますよね。なるほど、技の。ゆうちゃみさん、これ体すごいですよね、はい、朝日さんね。そう、入ってきた。一発で、一発で取られた。なんという蹴りだ。これは効いているぞ。これは効いてるよ。さあこれあっという間に終わらせてしまうか。前蹴りだ。さあどうした。いや、もう足に力入ってない、足に力入ってないよ。さあどうだ、どうだ、パンチに行く。今度はパンチラッシュ、1位当たった。さらにラッシュ、ラッシュを仕掛ける。終わらせるか、終わらせるか、このまま終わらせてしまうのか。朝日さんからって驚異の力、下がっていきますが、今度は富澤。さあこれ今会場が静まり返っています。びっくりした。聞いてるよ、聞いてるよ。さあどうだ、これハイキック、もう一つ変則的なハイキック。いや、平子さん、これ会場が静まってますよ、逆に。あー、来たー。ボディか、カーフ、あ、ボディじゃないか。米髪刈り取りましたよね。さあ、どうだこれ、意識はどうだ。膝だ、ここで止めた。すごい、信じられました。村越のテクニックを完封しましたね。ね、これはですね、こう敵を取ったというかね、前回の、弟のね、弟が前回が太陽が負けてしまったんでね。はい、いやー、佐藤義郎さん、ちょっと信じられない結果です。いやー、すごいですね。ちょっと規格外の、若干遠目から。角度がこうすごい急角度に落ちてくるんですよね。いや、すごいハイキックだったな、これ。もう見えなかったでしょうね。もうこのキックの形とはちょっと違う、空手の形だよね。違いますね、キックボクシングのハイじゃないんですよ。最後は飛び膝が完全に捉えました。マジかっけえ。びっくりした。これ最後のシーンです。ほんとかっこいいんだけど、びっくりした今。いや、ゆうちゃみさん、はい、本当に村越っていうのはこの攻撃を食らわない選手です。ね、でそれがこれだけ1ラウンド1分42秒、瞬殺でしたね。これはあのみんなあの朝久兄弟、これ、はい、セコンドについてるのは弟 で、はい、で妹なんですよ。あ、なるほど。でお父さんなんですよ。うわー、いいですね、家族の絆。うわ、マジかっけえ、やば。なんという力を見せたのでしょうか。いや、平子さん、ここまで強いんですね、朝久からってね。いや、もう倒れないなら脳を揺らしまえばいいといったようなね。ほぼ無傷、ね、でも強く、さらに強くなったんじゃないですか。まあ、そんな感じしますよね、前回の試合より。桃太郎選手を前回 KO したんですけれども、その時よりもまたさらにこの攻撃、キレ、スピード、すべて向上したように見えます。逆に村越選手、あの一発目でよく立ちましたけどね。ちょっとこの村越も本当に強い選手なんですが、規格外の強さを見せました。もうほとんどの生活のほとんどがトレーニングですからね、はい、このファミリーは。まあ、この福岡県浮橋にこの朝久道場があるわけですけれども、まあ、その大自然の中で、そしてもう日常生活の中でもこの非常にトレーニングをね、まあ、お風呂で潜水をしたりですとか、一緒トラックを押したりですとか、そういった中で体を鍛えています。
練習8時間、仕事8時間、あと残りの8時間は自由な時間があるだろうっていうのが朝日さん空手の教えですから。なるほど。睡眠時間は何よりですか。すごい。今お父さんとこの勝利を称えています。お父さんです。ここがね、このお父さんの指導を受けてこの力を磨いている朝日さん広隆、何を語るか。おっす、朝日さん道場、朝日さん広隆です。会場に来ていただいた皆様、ABEMA TV で見ていただいている皆様、応援していただきありがとうございます。対戦相手が村越選手ということで、やっぱり第一戦で戦ってきた相手だからこそ、僕自身も強くなることができました。またこれからも頑張ります。 60kg 最強は僕です。おっ、かっこいい。ゆうちゃみさん宣言しましたね。ね、宣言するのめっちゃかっこいい。いや、この試合マジキャパいっすねこれ。強烈、かっこいい、やばい。しかもこの60キロ最強の座には武尊選手が居座る。この階級で最強を宣言しました朝日さん広隆。いや、信じられない力。すごい。さあ60キロ最強は朝日さん広隆なのか。